これドーピングドーピング言ってますけど、日大のアメフト部、はい、こちらは薬物になっちゃいますけど、薬物ね、はい、とりあえずこれ監督を含む指導陣全員解任ということまで来ましたが、あ、まあ当然でしょうね、当然では当然で、もう監督部、大学生の管理者として失格ですよね。そうだよ、ね、アメフットがどうのこうのっていうような問題じゃないですよね。これ玉木さんあれですか、元理事長がお亡くなりになったり、田中さんが、はいはいはい、で田中さんの奥さんもお亡くなりになったり、そうらしいですね、はいはいはい、だからある意味なんていうんですかね、今の理事長の林さんと対局にいた人がいなくなったということで、日大ブランドっていうのは復活あるんですかね。これね、日大ブランドっていうのは一体何を指すかっていうのは難しいんですけれどもね、うん、このオペードで、去年の暮れだったと思いますが、はい、五輪アナリストの春日良一さんに出てもらった、はいはいはい、時にですね、その日大の理事長の、亡くなった有名な方の前の方、私が JOC の会長までやってたんですよね、はい、でお金を集めるのが非常にうまくって JOC が結構潤ったというようなこともあったらしいんですよ。おうおうおう。ほんでその方は英語も何も喋れなくって、はい、海外に行っても全然その話はできないんだけれども、すごく気さくな人で、うんうん、もうみんなに人気があったらしいんですね、うん、その、まあ、お金の回し方がうまかったっていうのがあるんですけれども、そういうこともあったんだよということを春日さんがおっしゃってましたね。ちょっとかなり微妙なあれなんですけどね、うん、だから JOC 自身が今もう最低の状態になって、札幌オリンピックなんかも相手にもされない、話にもされないというふうな形になった時に、はいはい、すごく、そうだ、柴田さんという方が、その柴田さんという JOC の方が活躍されたっていうのがあったっていうのは、だからそれはだから日大ブランドっていうのはそういうところもあったんですよね。ああ、じゃあやっぱりスポーツ全般、日本におけるスポーツシーンの裏側には日大のそういうなんかブレーンがいたってことですか。ブレーンというよりも、まあ、それが金権政治というような言い方していいのかどうかはわからないけれども、そういうことですね、はいはい、なんで効果発揮したとみんなから評価されて、海外からも評価されていたというような人がいたことは事実みたいですね、うん、これ小川さん、アメフト部だけじゃなくて日大の全スポーツで見てどうですか、うん、はい、特にゴルフは強かった時代があるんだけど。そうですね、私実は日大芸術学部でございまして、林真理子理事長は先輩でございまして、私も文芸学科で講師やってたこともありましたんで、いろいろご縁があるんですけど、日大はやはりそうですね、ゴルフも含めて、まあ、アメフトの篠竹さんの時代と、ゴルフの武田さんの時代とですね、やはりその、非常に右寄りの方々、日本大学というのは非常に大学のまあ、中でも3万人、まあ、毎年3万人いるわけですよね、うん、入学中でですね、それだからその莫大な人数とその授業料と、それからそれに付随する、例えばこの今回もいろいろと問題になってましたけど、自動販売機ね、いろんなところの寮に置いている自動販売機の利権、はい、こういったものがいろいろくっついてきてるんですよね。でそのお金の問題と、レスリング部も非常に強かったですね、日大ね、はい、はい、富山さんというね、いろいろ、いろんな方がメダル取ってらっしゃいますけど、はい、やはり日大のレスリングっていうのも日大の中で非常に権、まあ、力があって、はい、オリンピックにも非常に近いところにいるという中で、やっぱりそういう非常にセンスというか、選手育成とか、はい、お金の面も非常にうまく回すというか、そういう、まあ、表裏一体ですよね。表の部分でそういう上手な部分もあるんだけど、裏の部分でやっぱりどうしても、はい、ダブついてくるところがあって、うん、そこにはなあなあなものもあるし、まあ、やっぱり長期政権もいっぱいあったんで、そういう海がいっぱい溜まってたという、ところだと思いますね、外から見てても。はい、これ一掃できそうですか。
難しいと思いますね、うん、難しい、正直難しいですよね。だからその本当に我々 OB とかですね、やっぱりその非常に大きい中小企業の社長が非常に多いわけですよ。日本一多いって言われてるんですよね、うん、その大学 OB の、はい、西大 OB のね、はい、そういった人たちが、まあ、非常に、まあ、憂えてる部分があるので、まあ、そういった人たちがまだある種、まあ、団結して同窓会が ある程度強い意見を持って厳しく監視していくようなシステムを作っていかないとダメでしょうね。これはあんまり小川さん、はい、あれですけど日大のゴルフ部も結構そうなんです、アウトローでしたよね。それはいろんな意味で、はい、ね、いろんな意味でね、はい、この間も私もドーピングの時にちょっと思い出した片山慎吾選手がね、はいはいはい、リオに行く時に朝5時にドーピングの検査を受けたっていうのをふと思い出しましたけど、やっぱり日大ゴルフ部っていうのは、まあ、倉本さんも含めてその前の藤木さん、その前の沼澤さん、もっと遡っていくとね、いろんな西田翔平さんですか、はい、まあ、そういったその日大のゴルフのやっぱり黄金時代、はい、あったので、そこにはやっぱりその矢野さんという方とかですね、いろいろと石井秀夫さんという方とかですね、ね、よくご存知だと思いますけど、いやいや、それを言うとですね、さんね、全国の、チームが揃いますんでね、そうですね、あんまり深いところは、本当そういうアンタッチャブルな世界、はい、アンタッチャブルな世界は、玉木さん、後ほど、はいはい、放送でないところでお願いします。ね、ここならではのお話でね、はいはい、これはもう素晴らしいネタですけど、はい、やめときましょう。ということで。